トップカップ宮殿は、15世紀中頃から19世紀中頃まで、オスマン帝国の君主が居住した宮殿。イスタンブール旧市街のある半島の先端部分、三方を、ボスポラス海峡と丸々海、金閣湾に囲まれた丘に位置する。トルコ語の発音に、忠実な日本語表記は、トップカップ宮殿であるが、日本語ではしばしば、トップカピ宮殿と表記されることがある。 トップカップ宮殿と呼ばれるようになったのは19世紀の皇帝が去った後からで、それ以前はベイアズットスクエアにもともとあった宮殿に対する新宮殿ということで、新宮殿を意味する家に、さらイ、帝国新宮殿を意味するさらイジェディードと呼ばれた。また、イスタンブールに営まれた多くの宮殿のうちの聖宮殿として帝王の宮殿とも呼ばれた。 宮殿はよく保存修復され、現在は博物館として公開されているが、15世紀に建設されて以来増改築を繰り返しており、現在見られる姿を保ち続けているわけではない。メフメト2世が1460年代頃造営を開始し、1478年頃までに完成した。メフメト2世がここに今日定めてからは、1453年に、 コンスタンティノープルを征服する以前からの宮殿が旧宮,宮殿と呼ばれるようになったのに対して、この宮殿は新宮殿と呼ばれることとなった。現在使われているトップカップ宮殿の名は19世紀にこの宮殿から皇帝が去った後、トップカップ宮殿の丘がある岬の先端にある大砲の門にちなんで呼ばれるようになった。宮殿は君主の住居であると同時に、 オスマン帝国の行政の中心地として機能した。君主が主催するオスマン帝国の最高意思決定機関である午前会議は宮殿のドームの間と呼ばれる部屋で開かれ、古い時代にはさらにドームの間の隣には中央政府の初期局と帝国の公文書や法を持つ税金を蓄える国庫が置かれた。当初は高級は旧宮殿に残されていたが、 スレイマン一世の時トップカプ宮殿に移された。ハレムの人々は、スレイマンの夫人ヒュッレムスルタンを短所として16世紀後半頃から政治に介入するようになり、17世紀には、君主の母妃が政治を自由に動かす、女人の天下と呼ばれる時代を迎えた。17世紀中頃に大宰相の執務所と、初期官僚の文書行政機構が大宰相皇帝で、ある、 大最小府に移ると、宮殿はオスマン帝国の最高政務機関としての実質を失った。その後もトップカップ宮殿は依然として皇宮であり、帝国の儀礼と公式行事の中枢であったが、1853年に宮廷が西洋風のドルマバフチェ宮殿に移ってからは放置され、荒廃した。トルコ共和国は1924年にトップカップ宮殿を 博物館とし修復して、一般の人々の見学に開放した。上からの図解外帝の正門、挨拶の門内帝の正門、幸福の門宮殿の正門、帝王の門トップカップ宮殿は、大きな建物を持たず比較的小さな建物と部屋が連なり、また数多くの庭園と離れを持つ建造物群である。このことから、トルコ人の中央アジアの遊牧民的な伝統に、 基づいた宮殿である、と説明されることもある。宮殿のある丘は、古代ビザンティオンのアクロポリスのあった場所にあたる。宮殿の外壁はこの丘を大きく囲み、外壁内の総面積は、約70万平方メートルほどの面積である。宮殿の正門は、アヤソフィアの側にある、帝王の門である。帝王の門をくぐると、第一の中庭と呼ばれる空間があり、 オスマン帝国時代も現代も一般の人々が自由に出入りできる。東ローマ帝国時代の遺構である聖衣礼ネ教会は第一の庭の一角である。第一の中庭の他の帝王の門外の空間は君主の庭園や離外が営まれており、タンジマートの指針を宣言するギルハネ直令が発布されたギルハネ庭園が残されている。外壁内の宮殿式地の内側にはある 第2の城壁で囲まれた中央200メートル400メートルほどの長方形の空間が君主の指定であるトップカップ宮殿の本体部分である。その内部は行政と公式行事の行われる場である外邸と君主の私生活の場である内邸、そして女性たちの住む高級の3つの部分からなる。第1の庭の奥にある挨拶の門が宮殿の入り口で、 かつては許されたものしか入ることができず、現在はトップカップ宮殿博物館の入場口となっている。挨拶の門の内側は第2の庭と呼ばれる公式行事に使われた広場で、これを外庭の施設が取り巻く。午前会議の開かれたドームの間や国庫はその一角に位置する。かつての国庫は現在は武具展示室となっており、明治時代に イスタンブールに滞在した日本人山田虎次郎がアブデュルハミト2世に送った日本製の甲冑が展示されている。第2の庭の正面奥には幸福の門と呼ばれる門があり、その奥にある越見の間と呼ばれる建造物を中心とする第3の庭園とそれを取り巻く施設群が内庭を構成する。内庭には君主の資質や現在は有名な トップカップの探検が展示されている宝物庫がある。トップカップ宮殿の聖遺物は質量ともに有名で、特にイスラム帝国アッパース町のカリフ県の象徴であったムハンマドのマントと実際に戦争に使われたというムハンマドの軍旗が知られる。多くのスルタンは戦場に赴く際にはこのマントと軍旗を必ず身につけていたという。内定では 数百人の一応乱と呼ばれる君主の故障たちが、資質や財宝庫などの管理役を務め、君主に奉仕した。故障たちはここで、幹部候補生として、高度な教育を受けて、外邸の職や、軍の将校などの養殖につけられ、また内邸で、資質長や、立ち持ち役などの皇帝側近の住職に出世すれば、地方総督職などを経て、 将来的には最小にまで出資することが可能な制度が確立されていた。故障の供給源も家にチェリと同じく古くはデブシルメによっておりカップクルのエディートコースであった。他、図書館などがある。高級とスルタンの住居の見取り図高級の入り口は外庭のドームの間の側にある車の門と内庭の皇帝の支出の脇にあるクシュハーネ門があり。 現代にハレムを見学する場合は、前社からハレムに入る。ハレムは、君主の母妃、妃、子供たちと、それに仕える多くの女官や官官が暮らしており、後には定位についていない皇族である君主の弟や、甥いたちが暮らす、鳥籠と呼ばれる部屋も設けられた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。